んなところまで来てしまったよ。ああ、強敵と戦わなきゃいけないんだろうな。ってわけで編成のご紹介、全く変えてません。こんなんでここまで来れるのも不思議だよ。東北といえば強敵だらけですが、まだ負けるわけには参りません。東北福島県、制圧開始です。お空が真っ赤に染まる頃、にゃんこたちは本性を表します。一体何を言い出すんだ。ああ、疲れたわー。まだ終わんないんだよね。今日も残業かー。ってな具合に人の生活は日々進化。ってバカ野郎ー。いい加減休ませてください。編集が嫌になったんだな。まあそのおなんだ。日本編だけでも片付けてしまおうぜ。その日本編が終わらないんだよ。宮城県制圧します。ってビジネスやっちゃってるよ。おまけにこのステージ一角くん。大丈夫大丈夫。今までだって買ってきたじゃねえか。もういっぱいいっぱいなんです。うわー。マリサのバカ野郎。あーすっきりした。おいてめえ。覚悟できてるんだろうな。はぁ、やっぱり生に限るね。うがー。ちくしょう。どうすりゃこんな目に遭わずに済むんだよ。ははははは。のんきなものだな。今回も恐怖に沈むんだな。負け惜しみを。いいか、勝ったのは腕じゃない、にゃんこだ。なんでいつも一角くんと仲悪いんだ。私だって知らないよ。ははははは、今度こそお前たちの負けだ。何を根拠に。ふ、ならばとっと味わうがいい。あっすまん、もうちょい先だったわ。だが忘れるな。全場で消えるということは。全部言い終わる前に倒しちゃいました。すっげえ気になること言ってたな。まずは掴めるものから掴んでいきましょう。いくら出てきても、負けるわけには参りません。宮城県制圧したな。出早山形で済む。ここは特に厄介な敵は現れなかったと思います。後で騒ぐのはなしだからな。油断は大敵です。でも1種類しか出せないので、身構えても無駄なんですけどね。攻略にすっげえ時間がかかるものだな。これでも一応全力なんです。さあそのまま、山形県を制圧です。余計なものが出てきたが大丈夫なのか。って終わるのかよ。制圧です。次は岩手県を制圧です。対策を考えた上で攻略していくものですが、選択肢は限られてます。さあワンコ軍団をこれでもかと体現したモニュメント、破壊します。おい、一角くんが出てきたが大丈夫か。何言ってるんですか。一体ずつなら対処は可能です。ふっふっふ、そうか簡単か。ならばその言葉公開させてやる。なんかやばい気がするんだが。何言ってるんですか。うぞうむぞうが集まっただけでは私は負けません。この後なんだかとんでもないことが起きる気がするんだが、本当に大丈夫なんだよな。そんなに気を張っても、できることは決まってます。なんだか様子が変な気がしてきました。ははははは、重なってよく見えんだろうが、ダブルできたぞ。さあどこまで耐えられるかな。そんな、あの時の言葉は嘘だったの。どんなことかは知らぬが、お前と何も契約はしてなかったはずだ。さあ半分押し込んだぞ。どうだ挽回できるか。おいおいマジヤバなんじゃねえの。防衛ライン半分も突破されました。ならば集中攻撃、前にいる一角くんを倒すんだよ。なんだよその自信のなさは。最後まで駆け抜ける。さあ新さんを舐める時だ。まだだ、まだ負けたわけじゃないんだからね。あっ、危なかった。だけど私の勝ちだったね。わっはっはっは。なんだか最近危険な状態が続いてる気がするんだが。この時霊夢は思った。ことが公になれば。まずい。ええー、一致封じよ。出せねえよ。かっかったけどいたし。次行くぜ。秋田県までやってきました。制圧です。秋田県には美人が多いとか、ぐへへ、あーんなことやこーんなことが。出せるか、おとなしく実況しておけよ。そうします。問題はないのでこのまま攻略していきます。一番の問題が何言ってるんだか。さあ楽しい攻略のお時間です。みんなは熊さんのダンスみたいかな。連続攻撃だった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 。熊先生ってこんなものです。間違っちゃいないが、難しいステージとのメリハリがすごいよな。秋田県制圧しました。青森を制圧します。変わり映えしてないならここも難なくクリアできます。カバと豚野郎だけならな。
さあこの編集が終わったら、もっと面倒な編集が待ってるので、さっさと終わらせたいと思います。実際大変だけどそんなこと言うんじゃねえ。ほらもう少しだ、頑張ってクリアしろ。さあ心身ともに疲れてまいりましたが、援軍など無意味です。私の勝ちです。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。最高のお宝ゲット。東北は集めるの大変なんだけどな。